皆様こんにちは。銀座元町オンライン動画をご覧くださいまして大変ありがとうございます。私、男の着物ブランドマネージャーの江守正恵と申します。さて今回は2代目元町啓太を中心に制作しております銀座元町男の着物オリジナルコレクション2020春夏のコーディネートをご紹介いたします。この回ではキービジュアルで使用している5セットをさまざまな着用シーンに合わせて男の着物店長の佐々木慎吾とともにご紹介いたします。はい、よろしくお願いいたします。では佐々木さん、早速ですが今回のテーマは。はい、私ども銀座元町男の着物では2015年以来年間テーマを決めてオリジナルコレクションを発表させていただいております。今回2020年春夏は東京5歳をテーマに着物、格帯を作っております。日本人は昔から自然にある美しい色、身にまといたい色を着物の色に加えてまいりました。私どもでは東京と連想する美しい色、身にまといたい色を5色厳選して今回東京5歳で発表させていただきます。まず1色目、藍色、日本人らしいブルーの色。次に緑、常盤色、濃い緑色になります。それからアクセントになる茜色、オレンジ味を感じる赤色、そして東京といえばグレー、ネズミ色、最後になりますがニュアンスを感じるとってもこう素敵な色、柳の色、こちらの5色で東京5歳として発表させていただきます。男の着物も色を楽しむ時代に入ってきておりますね。それでは一点一点のコーディネートをご紹介してまいります。こちらはまたシックな中にも個性の光るコーディネートですね。はい、こちらはですね、一重裏地のないお召しに羽織を合わせて、例えば6月や9月にバーにお出かけする、海外でのレセプションやパーティーなどにお披露目する、そういった装いを考えてイメージしております。お着物はとても表情豊かですが。はい、こちらはですね、東京5歳の濃い藍色、柳色、この2色を使いながらですね、飛行機の上からですね、東京の夜景を眺めているような、そんな表情をイメージしております。また羽織がシックですが、このよろけ縞がとてもおしゃれですよね。はい、こちらは本当に手仕事でございまして、何度も染め重ね、フリーハンドで縞を柔らかく表現しました。羽織ですので濃い色で全体を引き締め、また東京の夜をイメージしております。奥行き感のあるいい表情が出ていますよね。そうですね。そして帯もまたニュアンスがとても豊かですが。はい、こちらは東京らしいビルやコンクリートのこう無機質な表情を東京5歳のネズミ色、そして藍色で表現してみました。ぜひお召しになってお出かけいただきたいですね。こちらはとても綺麗な涼やかなブルーの着物ですが。はい、こちらは愛のですね、まあ、無地に見えるかもしれませんけれども、近づいてくるとこちらの太い濃い愛、それから細い愛の濃淡がありましてですね、とってもこう、まあ、着物好きの方にも、あ、
いいのを着てらっしゃるなと感じていただけるお着物かと思います。表情豊かですよね。はい、帯はまたとてもすっきりした中に面白いお柄が。実はこちらは京都西陣の爪垣本つづれでですね、東京に住む人の子鼓動ハートビートをですね、ギザギザのような振れ幅でですね表現しております。そういうことなんですね。はい、面白いですね。そうですね、こちらは羽織を身につけずにですね、風を感じて、まあ、6月から9月ぐらいまでお召しになってお出かけいただきたい、そういう思いでコーディネートを組んでおります。どんなところに行っていくイメージでしょうか。はい、例えば歌舞伎や観劇、そんなところを考えております。いいですね。はい、比較的年齢も選ばないですし。そうですね、どなたにもちょっと上質な上級なコーディネートを楽しんでいただけるのではと思います。こちらはまたとてもリズミカルな表情のお着物ですね。はい、こちらはですね、東京五彩の2色、ネズミ色に柳色でですね、東京にこう行き交う人が行き交うような、そんなシーンをイメージして作っております。素敵ですね。とても軽やかな表情で着やすいお着物ではないでしょうか。はい、こちらは赤七じみといいまして、新潟でですね6月から9月ぐらいまで人へ聖火を通じてとってもこう爽やかに軽やかにお召しいただけるお着物になっております。帯もまた涼やかな表情で、こちらはどんな帯になるんでしょうか。はい、こちら実はですね、和紙をですね小より状にして糸にしてまして、縦糸横糸ともに和紙を使ったもろし風の角帯でございます。お色もとても多彩に入ってますよね。あ、そうですね、こちらも東京五彩の茜色や常盤色などを織り交ぜてですね、まあオールシーズン、夏一重に限らずですね、一年通じてお使いいただけるような便利な角帯でございます。どんなシーンに着ていただきたいですか。はい、やはり男性としてはですね、気軽に着物を楽しみたいということもありまして、蕎麦屋さんに行ってですね、あてを頼みながら一杯、それからお寿司屋さんなんかにもこういった装いでお出かけいただきたいなと思っております。ちょっと小粋で楽しめる一枚ですね。こちらはモダンアートのような組み合わせですが。はい、こちらはですね、風がこう抜けるような灰のある夏上がりの着物にですね、東京五彩の常盤色、それから薄い藍色、そして柳色、3色でですね、ぼかしを上手に効かせて作っております。おしゃれですね。はい、帯がまた本当にモダンアートのような、これはまたこだわりの染めの角帯でございます。首都高の、まあ、車のライトをこうイメージしてですね、実は植物染料を使って型染めで作られた角帯でございます。素敵ですね。はい、どんなシーンでお召しいただきたいですか。例えばなんですけれども、美術館へのお出かけ、それからまあお昼間のデートなんかにもいいんじゃないかなと思っております。いや、夏の日差しに映える個性的な装いですね。はい、こちらはまたとても爽やかな表情の着物ですね。はい、
こちら無地のように見えますが、とってもこう織の味を感じる涼やかなこう緑の夏の紬の着物になっております。確かに近づいてみるととても表情豊かですよね。はい、またこうちょっとしたこう白がですね、涼感をとてもこう演出してくれると思います。爽やかです。はい、そして帯がモザイクのようなおしゃれな帯ですが、あ、そうですね、こちらは木立をイメージしておりまして、東京五彩の藍色、常盤色、そして柳色の3色を型染めで表現してみました。おしゃれですね。はい、どんな時にお召しいただきたいですか。こちらはですね、お休みの日に避暑地の方へ小旅行でもこう出かけていただきたい、そんな思いでコーディネートしてみました。こういったパナマ帽などをかぶってリラックスしたスタイルで休日を楽しめそうですね。